いやいや、全然待っておりませんぞ。間違えましたところがでー。怪獣大戦争だな。うちの自慢話を聞いて、ひのえのやつがまた私とランデブーしたいと誘ってきたんで逃走中できたんだが。やっぱひのえちゃん、強いぜ。それにもの静かです。どこまでこのわしと似ているのでしょうか。まあ、あれと比べれば誰でもそりゃ静かちゃんだぜ。でも頼もしき腕前でしたよ。これからも、里は安泰ですね。いや、まあ、なんだ、ずっといるってわけじゃ。そんな目で見つめるな。ちょくひのえちゃん、釘を刺しに来るんだよね。カムランハンターの中身は、エルガドのフィオレーネさんに惹かれて、わしはハンター、エルガドの盾で炎なり。ひのえさんの前でそう口走って、そのまま行方不明になられた方もいるのだとかいないのだとか。やっぱり口は災いの元ってことだね。眠気が。なんなら一緒に寝るか。って、私が野郎だったならステージ実作られそうである。なんかひのえちゃん色気あるぜ。わしで体勢をつけていなければ皆さんコロッとほだされてしまいそうです。どうしたでゲコ？狐につままれたような顔してからに、まさか、もうわしのことが恋しくなったでゲコか？仮にそうだと答えたら何してくれるんだ？ふふん、まったく、仕方ないでゲコな。よいよい、久々に、一緒に散歩でもするでゲコか？別にいいでゲコですぞ。お団子を追ってくれたらね。この感覚も久しぶりだな。なあ五国、身内の看病があるんで、我らこのままエルガドに向かうが、里の周りで、何か厄介な依頼でも出ているのなら、帰り道がてら買っていくぜ。ああ。それならちょうどいいでゲコよ。うん。溶岩洞にオロミドロが現れたんでゲコ。お、オロミドロさんです。別にそんな珍しくもないじゃん。それがちょっと変わっているようなんでゲコよ。ふむ。いいぜ、道すがら寄っていって、修行しといてやんよ。ふ、本当に、たくましくなったでゲコな。少し寂しい気持ちもするが。ん？いや、マリサ、さあ、行ってこいでゲコ。何者だ。気を震わせ、熱を帯び、問いが耳に響く。何者だ。問いが重なる、灼熱と眼界とともに、答えるゆとりは与えられることなく、燃えるミドロより現れる主の姿は、沸騰する雫を滴らせ、不敵な笑みをたたえろ。浴びせられる炎を受け流し、応援を散らしながら天帝の舞が始まる。お前たちの来る炎は慈悲に等しいとあざけるかのように。さーて、そんじゃオロミドロ、買っていくかい。足だぜー足、ふっひ、あれはきっと、お口に入れたら体が温まる味してるに違いないねー。ああ、オロミドロさん、マグマグの実をお食べになられたようで、もともとは土中に潜り泥を操る水系のモンスターだったはず、溶岩洞に適応した個体か、やれやれだ、私はオロミドロ自体、あまり好きな部類じゃないんだがな、村長、いましたぞ。ふっひ、通常のオロちゃんより、ちょっと弱いが赤みがかってるかな。ラブラスメ。愛も変わらず余計なことを、よくよく考えらー、オロミドロより何より、私がこの世界で嫌いなのは小型モンスター。オロミドロアシュさんの嫉妬から、煮えたぎるようなマグマが染み出ています。なんでやけどしないんだろ、オロミドロ君って、もともとは確か、ひだみ立ての子だったよね。来るか？まだよくタイミングだったねん。だがしかし、あんまりなめんじゃねえぞオロミドロ。その程度の火力でこんがり焼かれてやれるほど、我らの皮は軟弱ではないのだ。わしら耐熱性が高いんです。溶岩の火力でも焦げ目は効かなかったんだぜ。さあ、こっからが本番だぜ。今度こそ来るか？あかん、負けられた。はは、なんでこれ、溶岩のビッグウェーブです。乗るしかない、乗るしかないねー。クラーメンのハンターが手こずるわけだぜ。通常種でも思ったが、こいつって固有の位置に片足突っ込んでる気がしてならん。ってなんだなんだ今度はなんだ。お、途中から何か出てきます。真っ赤に見えた岩だぜ。で、頼むと鉄板の上にちょくんと乗ってるあれみたいだね。セレクトですな。おんとしょらくて野郎だ。ん？この手応え、パパン、なるほどな、オロミドロ、その変態、やはり、だいぶ無理をしているとみたぜ。水平だと硬かったお前の外皮が、溶岩に塗装した映像か、かなりもろく、柔らかくなっている、大きい。ゲコ。星が見えるぜ。あ、あれがかの有名な大技。スーパーノヴァ、ではないが、上位の凍結カトルのそれと比べても遜色ないレベルだぜ。逃がさないよ。はいはい、今だぜ村長、ヨウムちゃん
んと雷やられにしてあげたから、今叩けばあろちゃん気絶するよ。いえ、行くぞ赤犬。一気火星に攻める。早い、わしのこの熱き魂。エースさんのようにはいきませんぞ。オロミドロアッシュ。潜入艦から最初は戸惑いもあったが、大体の動作は握ったぜ。不思議、意外とオロミドロアッシュ君、練習のオロちゃんよりもずっとずっと素直だぜ。攻撃も大振りですし、予備動作も大きいですので、今のわしらならばなんとかなりそうでござります。ロマンレイゾコラー、むっちつ柔らかいのもいいぜ。最近何かっていうと硬いのばっかだったしよ。だがしかし、練習に慣れたせいか。素直なこいつはなんだか気持ち悪いな。本当、またオロアッシュさん。トロ、やなかった。見えたマグマの中に潜るつもりだぜ。おいぜ、潜りたい。もうそろそろ目も慣れたぜ。見えたビール情熱に、コツを加えると、コツより大きい、プロになれる。よよぎ。仕掛けてくるぞ。さて、いるぜ。これがオロミドロアッシュ、イタチの最後の人である。どうもやー。派手な花火だぜ。夏の最後を彩るのにちょうどいいですね。一部分だけなら手当てかとるにも迫るが、やっと全体で見ればコリュートの壁は厚いか。だがしかし戦っていてなかなか面白かったぜ。はぁ、喉乾いたぜ。フッヒ、アイルーの特製水筒は保冷性能も抜群。溶岩洞でも砂原でも冷たいお水が飲めちゃうんだもんね。わしにもくださいよ、ヨウム村民。ねえねえ。あ、ごめん、全部飲んじまったぜ。どう思います、村長。まあまあ、ほら、そこに流れてる川で汲んできてあげるよ。それはマグマです。ああ、私も喉が渇いたぜ。早くエルガドに行って茶屋で冷たいもんでももらおうぜ。あ、はいはい、冷たいものが欲しいですしな。いや、元気。あ、我らはな、すこぶる元気だぜ。ちょうどよかったよ。今、君を呼びに行こうとしていたところさ。リオレーネ殿が受けたウイルスに対する薬を使ったのですが、意識が戻らず、思ったほどの効果が出ていないのです。そうか、あいつは、まだ意識が戻らんのか。それで、たどり、まだお前に打つ手はあるのか。はい、原因はおおよそつかめています。キュリアが巨大化している分、ウイルスが予想以上に強くなっていました。故に、薬も強く攻めばなりません。薬を強く、か、言うのは簡単だがな。強い薬には、いや、それをお前に言うのは、釈迦に説法か。最適な薬効を持つ素材を選ばねばなりません。そこで、エスピナスの毒を用いてみようかと。エスピナス、やれやれ。また初見の名前が出てきやがったな。毒を持って毒を制す。というわけか、エスピナスであれば、ちょうど狩猟の依頼が来ているが、なんだ、そのエスピナスってのはモンスターの名前なのか。なるほど。だったら話は早いぜ。おお、それは好都合です。マリサ殿、エスピナスの狩猟をお願いしてもよいでしょうか。ああ、いいぜ。私はハンター、未知のモンスターと聞いちゃあからんわけにはいかん。ふ、それはよかった。カゲロウも認めるあなたの腕前であれば、安心して任せることができます。たどりの言う通りだね。苦労ばかりかけてすまないけど、ここは君に託すよ。なんだ、いつになく師匠だな、バハリ。安心しろ、今回は私が間に合っているのだ。エスピナスはこちらで狩猟するから、バハリ。お前はいつものように、ふてぶてしく毒の採取をするがいいぜ。ああ、狩猟してくれれば、毒の採取は俺とたどりでやるから、よろしく頼むよ、マリサ。彼の血は、そのものがひそやかに。どうかし、深く漂う場所。気づくことなく、暗情に触りし者があれば。やがて知ることになろう。それが命であがなわねばならぬ、過ちということ。さあ、行くぜ諸君。標的はエスピナス。ギルドの記録映像からもわかる通り、全身がトゲで覆われた得意な比喩である。なんだ、エスピナスなんて言うから、てっきりどっかの名産のナスなのかと思ったぜ。もうそろそろエルガドにも秋が来ますからな。秋ナスの美味しい季節でござります。お前ら、名前の比率的に油断しとるんだろうが、エルガドにいた、過去にエスピナスをとある場所で買ったことがあるハンター、ヤッコさんの話だと。エスピナス、かなりの難敵らしいぜ。ほほん、ナスでしょ。トゲのある、っていうか、この辺だよね、そのナスが生えてる場所って。そのはずです、わしの花もそう言っています。どこよ、大型のナスなんて、どこにも生えてねえでー。待て、まさか、これか、お、え、
この子がエスピナス？ね、眠っています。それも、熟睡？熟睡ですぞ。ふひ、何々村長、こんな子が難敵だって？ひ、見てよ、とっても可愛い寝顔してるで。村長、これでしたら、イオレーネさんの治療に必要な毒というの、別に汗を流して狩猟せずとも、こっそり採取できるんじゃないです？いや、見た感じ、今は毒液は出ていないし、いずれにせよ一度起きてもらって、でもって一回ブチ切れてもらわんとダメだぜ。ていうか村長さっきから何してんの？ハムシが鬱陶しいんだよ。村長、あまり思い出さないで、エスピナスさんが起きます。あいた？あーたが一番うるさいで。どれ、久しぶりに会ってみるか。あらあ。狩らせてもらう。だからわしにやらせておけば。いやいや違う、違うって、何回また力が尽きたのと同時に、エスピナスの角に剣が弾かれたんだって。そんなバカな。村長の剣、キャンプで研いだばかりでしょう。ではだって、こいつは、で、早く直さねば。体がひしひしと崩れて、ちょっと霊夢何ビクンビクンしてんの発動かい。しびれだけでなく、なんだか気持ちが悪いです。今のがエスピナスのブレスか。受ければ毒だけではなく、麻痺、それに、ヒアラレの3つの効果を負わされるという。一度に3個の効果って、ふっひ、なんだか言葉にされてもよくわかんねえぜ。ちょうどいいぜ、見ろ、あのロケット生肉。ブルファンゴさんですな。ビリビリしながら毒に侵されてるぜ。うぬ、わかりにくいが、おそらくヒアラレも受けているはずだ。すごい。というか、ヘビ？こんなの初めて見たぜ。反則みたいな攻撃だね。特に厄介なのはマジだな。だがしかし、ブレス自体はわかりやすい。これくらいならば、意識して回避すれば、そうそう当たることもあるまい。エスピが気絶したぜ。今がチャンスです。先ほど受けた恥ずかしめの借りを返しますぞ。やっぱ、怒り状態になると、マジックがかなりなんかしてんな。逆に通常の状態だと、切れ味があっても弾かれちまうほどに硬い。なんか言いますか、エスピナスさん。形状も生態も、ものすごく尖った方なのですね。逆にそれだけカチカチで、しかも、あんな強力な毒まで持ってるんだから、周りに小型モンスター君や他の大型モンスター君がいても、平気な顔して熟睡できちゃってたんだね。突進2連？いや、3連か、運動がきついで、意外と目もいいようだ。先置きで雑に回復と引っ掛けられるな。エスピナスさん。突進がお得意なだけあって、足も太くて長いですな。弱点の頭が狙いにくいで。そういう時には足を狙うのだ。おふっひ、あんのが痛くって転倒しちゃったね。頭を狙うだけが用じゃないってことよ。習ったことは実践していかんとな。このモーションはミチディアブロスも似たようなのがあったが、エスピナスの場合は、ブレスがきます。エスピナス君、ガタイの割にフットワークが軽いで。よく見るとやっぱこいつ、愛嬌ある顔してるよな。なんだか妙に農場があるというか。なっさん、トンズラ、トンズラコキンジです。体の割に翼は小さいのに、よくもまあ飛べるもんだね。近場の砂浜に降り立ったか、そこまで飛行能力は高くないのかもな。ナルガクルガさん、逃げて、ナルガクルガ。オーケーオーケー、待ってろナルガ。ギルドの資料映像に出ていたお前の同族の分も含めて、今から私と一緒に分からせマッチだぜ。村長、お早く乗ってくださりませ。そういう待機状態が解けちゃうぜ。大丈夫大丈夫、村長も伊達にカムランコンターナ乗ってないから、野良のかけり虫。それに、本日かけり虫、準備は上々、行くぜ。ナルガクルガ、行きます。お前のことは伸びちゃったり不満なんだが、どうせあれだろ。お前、ナルガクルガよりずっと後に発見されたモンスターだろ。どんな界隈にも先輩後輩の爪ってのがあるんですよな。私は虫の剣爪が大好物だぜ。どういうことだ、そら。わからせるダメージの一撃からのそういう大技、わかったかエピ。結局のところ、毒だの麻痺だので引っかかったところで、力こそがパワー。圧倒的な破壊力の前には喪失的エネルギーができんのだ。エスピー残ったぜ。いやしつこい、警察寄せて追いかけてくるんですな。あの攻撃は外側に寄せカーダムってことだね。うん、あんま調子のいいのこの闇落ちとデビー。このこと見てろ。お前たちはエスピナスの正面を叩け、私はヤスコさんのをジョンとしてやんぜ。あやい、ひ、毒の悪い生き物は美味しいってカーダが決まってるで。よし、切断完了。オロミドロアスと違ってやったら硬い密室しよって、おかげで大事な獲物が運ぶでしただろこの獲物。村長、業務村人。ああ。ここでけなげに村長を強めに詳しい。見るか？皆さん、なかなかできることじゃないですよ、ほんと。ありがとよ。全然間に合ってなかったけどな。私のことはほったらかしかい。あーなんか、治ったんですな。このがごちゃんだ。決まりだ。すまんな、エスピナス。お前が出す毒液、余すところなく利用させてもらうぜ。はい。
無駄にはしませぬ。イオレイネちゃんの治療に必要な分の毒を取ったら、余った毒液は私が責任持って飲ませてもらうぜ。さっき思いっきり痺れてただろ。でも少し待てば治るじゃん。不死、アルコールと大差ねえぜ。私にとってはね。はぁ、トゲ流。いや、イバラ流と読むのか。エスピナスは血液が猛毒なんだな。なるほど。うなぎと一緒ですな。じゃあ美味しいってことじゃん。ん？まさか、まだ意識が戻っていなかったかは。エスピナスの毒、これで治ればいいんだが。村長？ああ、いや、なんでもないぜ。村長、知ってる？犬や猫って。鼻だけじゃなくって。耳もいいんですぞ。ワンニャンコンビ、早くバハリとタトリを呼んでこい。あいあいさ。